皆様こんにちは。終身を学ぶの時間です。この番組はハート出版が出されているこちらの復刻版教科書シリーズの中から初等科終身を解説していきます。解説してくださるのは小名木善光先生です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、こちらの初等科終身5年生に入りまして、今回で5年生は7週目となりました。先週に引き続きまして、勝安義、勝海舟の話をご紹介していきたいと思います。勘輪丸です。では読んでいきますので、ご本が手元にある方は137ページを一緒にご覧ください。外国の兵術を調べていた勝安義は幕府に召し出され、長崎へ行ってオランダ人から新しい航海術を学ぶことになりました。航海術を一通り収めて、間もなく安義は今度は日本人だけで太平洋を渡り、アメリカ大陸まで行ってみようと考えました。誠に愉快な目論みではありましたが、案内するものもなく、果て知れぬ大海へと浮かぼうとするのですから、全く命がけのことでした。やがて日本の海軍を背負って立つ大人物となる安義も、いよいよ日本の岸を離れようとするときは、死ぬか生きるかだと、しばらくの間は悲壮な気持ちで交番に立ち続けました。万延元年という年、1860年くらいのことです。正月13日のことでありました。安義の乗り込んだ船を勘輪丸と言います。冬の海は荒れて、大波は絶えず港湾を洗います。しけになって船体が木の葉のように揺られ、ねじ折られそうになったこともたびたびありました。あられが降り、氷が叩きつける中を心細い航海を続けなければなりませんでした。安義の日記には、37日間の航海中、晴れた日はわずかに数日だったと書き残しています。何度も不安な気持ちが船員たちの胸を締め付けましたけれども、私たちは日本人だ、マストの上に翻るあの旗を見ろ、大日本の名誉を忘れてはならないと絶えず励まし続ける安義の言葉に、全員たちも白地に赤の日の丸を仰いでは、日本人としての惜しい心を湧き立たせました。身を捨ててこそ浮かぶ背もあれということがある。私たちは身を捨てる覚悟でなければならない。それでこそ日本の誉れを上げることができるのだと、みんな心の中に誓ったのでした。こうして勘輪丸は白波を蹴立って東へ東へと進みました。黒潮も無事に乗り切りました。とうとう2月25日に勘輪丸はその姿をサンフランシスコの沖合に現しました。今こそ金門湾島に我が日本の旗を翻す時が来たのです。みんなはマストの上の日の丸の旗に両手を合わせ、神様に深く感謝をいたしました。この時すでにアメリカ人が日本を侮ることはできないという感じを強くしたことは言うまでもありません。ところが安義はサンフランシスコの立派な街を眺めながら、持ち前の負けじ魂を出して、10年20年後の日本を見ろと叫んでいました。強い愛国心が大波のように胸にこみ上げて、日本人が世界を大股で歩く日の早く来るようにといろいろ思い巡らしました。間もなく安義は江戸城明け渡しの大建物となって、薩藩の西郷隆盛と心を合わせ、幕末の日本に挙国一致の実を挙げさせました。太っ腹で、しかも常に細かく気を配った安義は、数々の手柄を立てて我が国の歴史に不朽の名をとどめたのでした。です。はい、ありがとうございます。勘輪丸ですね。勘輪丸の勘っていう字って、はい、下に心がつくと感動するの勘になるって分かります？はい、分かります。はい、この、感動の勘、感動するとおーっと声が出る、
おーっと声が出る心だから、まあ、感動の感感じるという、まあ、そういう感じになるんですけども、この心がない、だからおーっと声を出してるだけなんですね。おーっと声、管理の臨というのは望むですから、ことに望んでおーっと声を出すという、これがまあ管理丸という船名の由来になりますね。もともと外国で作った船であったわけですけども、その船に管理丸という名前を付けたというのは、要するに日本が諸外国に向けてわーっと声を上げていこうという、まあ、そういう趣旨であったということですね。でこの船に乗ってアメリカ太平洋を横断してアメリカまで航海をするということを行った。まあずっと死刑に悩まされる、もう船に揺られっぱなしで、船酔いしてみんなゲーゲー吐いてばっかりいるという、まあ、そんな風な航海だったというふうに言われています。大変な航海だったんですね。そんなに大きな 船じゃないんですね。管理丸って、まあ、絵見たら分かりますけど、前と後ろにこういう、まあ、棒状の出っ張りがあるじゃないですか。あの棒状のこう両側にある出っ張りの先端から先端まででだいたい50メートルなんです。で棒の部分取っちゃうと、真ん中のいわゆる船体の部分っていうのはこれ40メートルぐらいしかないんですね。幅が8メートルだから、まあ、決して大きな船ではない、まあ、なんだろう、今で言ったら大型のクルーザーぐらいの感じですかね。でそれでだから太平洋を横断するわけだから、まあ大変な航海ですよそれは。で船は揺れるって覚悟してればいいですけども、それまで沿岸航海しか260年間の間ずっとしてこなかったわけですから、うん、いきなり太平洋 の大きなうねり、こういう、まあ、大きなうねりですね、高低差が何十メートルもあるような波と波の間に入ったら、周り全部海になるんです。頭の上がでうねりのてっぺんに乗っかると、もう眼下が全部だから山のてっぺんにいるようなもんですよ。そんなにすごいんですかそんなすごい、まだ太平洋はよくて、インド洋に行くと土用波って言いました。インド洋の場合だと普通のうねりでだいたい高低差50メートル、で管理丸は嵐の中の航海だったということですから、まあ、おそらくうねり自体も相当あって、だいたい 2,30 メートルの落差をですね船体40メートルだから小さな船ですよ。だからもう持ち上げられたかなと思って、いきなりストーンと落ちるわけですよね。遊園地のこう落っこちるような遊具があるじゃないですか、あんな感じですよね。で井の中のものがこう上にふーっと上がってくるような感じで、ストーンと落っこって、落っこったかなと思って、今度ウォーッとまた上がるわけです。この状態でしかも左右にまあローリングしますんでね、まあ大変な後悔であったろうなと、さすがに ご苦労であったろうなということは十分想像ができると思います。まあ、そういう後悔に向けて、堂々と船に乗っかっていって、サンフランシスコに着くやいなや、10年後20年後の日本見てみろ、絶対に追いつき追い越せで、必ず日本人が世界を大股で歩く日がやってくる、その日のために俺は頑張るんだっていうね、まあ、こういう決意を固めている。いわゆる洋楽を学ぶ、蘭学を学ぶとかといったような人たちが、まあ、外国かぶれといって、半ば獣扱いされたような時代から、実際にペリーが来航して、これはもう日本がきちんと外国と対等に渡り合える国になっていかなければ、このままでは日本は滅んでしまうんではないかというふうな議論が起こってきて、で実際にじゃあアメリカに行ってみようという話になってきて、でまあ、こういう管理丸というね、こういう時代にまで、時代が進んでいく。でこの外国を見た人、あるいは外国っていうものの存在、外国の持っている実力というものを、結局この外国が持っている実力を認めて、それを受け入れて、かつ乗り越えようとした勝海舟と西郷隆盛によって、新しい明治への扉が開かれていったというふうに考えることができるわけです。だから否定するばかりでは、もう外国なんていうのは、あれもう外国人というのは獣みたいなもんだと、あんなものは文明人とは言わねえんだ、あんなものはもう全部排除しろ、いらねえ、顔も見たくねえとかってやって、対立してるばっかりではおそらく何の解決にもならない。会社の中でもそうだと思うんですよね。
商売敵がいる、商売敵の悪口を言ったら自分の会社の業績が伸びるのかって話なんです。伸びるわけないんです。商売敵のやり方も市場の動向もいろんなものをミックスしていって、自分の会社が生き残るのにあたって一番最善の道っていうのを探して、その道で努力をするから会社は発展する。商売だって、商売ってそういうもんじゃないですか。でこれ国も同じなんですよね。やっぱりいろんな対立がある。対立っていうのはなければならないんです。世の中分布ですから、例えばその日本からね、右の人が全部いなくなったら日本はいい国になるんじゃないかって左の人は思ってますよね。で右の人はどうかっていうと、左の連中がみんないなくなったら日本はさぞかしいい国になるに違いないと、こう思い込んでるわけです。でもアリの実験があるんですよね。ありますよね。なんか働くと、そう何ですか、2割はすごく働いてて、働くのが8割で、休むのが2割。そう、仕事しないとそこらぐる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 回ってるだけで、取り除くと働かない人、またその2割働くのか。そうということなんです。結局でさらに言えることは、右の極右の人も極左の人もお互いに自由に意見を言うことができるって、これ素敵なことだと思いません？素敵なことですよね。やっぱりそれが活性化になりますし、その自分と違う意見を聞くことで、より自分の意見っていうものがしっかり確立されていくものですよね。意見の違いっていうのはなくちゃおかしいわけで、それがね、金太郎飴みたいに全員同じ考え方しかしてませんって、これ全体主義って言います。ファシズムって言います、一番恐ろしい状態です。だって、いや俺ちょっと考え方違うんだよねって言っちゃいけないんですから。それが、要するに勝海舟は、前回のお話で一生懸命になって洋楽の勉強しました。その勝海舟が若い頃洋楽の勉強していた頃は、家も本当に超貧乏暮らししている中にあって辞書の書写をしました。その時の筆の代金も、すずりの代金も、墨の代金も払うのがやっと。だから夏に蚊がいっぱい飛んでくるんですよ。でも蚊帳を張ることができない。もう蚊をこの辺ピシャッピシャッってやりながら書写するしかない。そうやって努力をしてきた。みんなからあいつは外国かぶれだと言って蔑まれながらも、それでも努力をしてきた。でも勝海舟はだからといって、その日本国内にあった保守的な存在、その外国かぶれはいけないよと言ってる人たちを、あいつらはバカだとか、とんでもない連中だとか、あんな奴ら殺してしまえよということは言ってないわけですよね。そういうものも含めて全部受け入れて、でその中で新しい道っていうのを探していこうと、これをやったのが西郷隆盛であり勝海舟であった。この教科書が言ってるのはそこなんですよね。で先生が言うわけです。どうだ君たち、今先生がこういうこと言ったけども、これ賛成の人手を挙げて、じゃあ先生の言ってることちょっと違うんじゃないかと思う人手を挙げて、両方いるよな、これがいいんだよ。暗記させるわけではなくて、ちゃんと自分の意見を持たせるっていうことですね。そう、自分の意見を持つっていうことが大事。それが合ってるとか合ってないかっていうのは分からないですよ。そうなんですよね。確かにその戦後の道徳の教科書ですとかを見てみると、もうこの価値観が大事ですとか、こんな風に生きなければならないっていうような、そんなものを感じさせるような授業もやっぱりあったりするんですけど、例えばみんなで絶対に仲良くしましょうねですとか、それも大事なことではあるんですけれども、でも終身っていうのはこうしなければならないという全く決まったことを押し付けるのではなく、そう、一人一人が考える中で、あ、こんな風にすればいいんだなって自分で気づかせるっていう、そんな教科書ですよね。で今日読んでいただいたところをね、見ていくと、最初のところで死ぬか生きるだ、死ぬか生きるかだ、もうこれから船に乗っかって、太平洋を渡るっていうのに死ぬか生きるかだって、今考えれば太平洋を渡るって別に死ぬか生きるかって大げさな話やなって今だったら思いますよ。でもそれだけの覚悟をしてましたよ。でその覚悟を決めて、で咸臨丸で渡っていった
その勝海舟がその後ね、薩摩の西郷隆盛らと心を合わせ幕末の日本に挙国一致の実を挙げさせましたと、こうつながるわけです。つまり最初の出だしのところと一番最後、最初の出だしで死ぬか生きるかな、二つに一つだってやっといて、最後は一致しましたよって書いてるわけです。はい、本当ですね。はい、その中で多様な価値観というものをどう子どもたちに認識させるか、自分の頭で考えるということがどれだけ大切なことかっていうことを終身の教科書はここで訴えようとした。そうですね、はい、2週間前の先生の解説 の軍神の面影のところで先生がその立花中佐の話をしていて、もうその平常の振る舞いがあったからこそいざとなった時に、はい、できるんだっていう話をされてましたけれども、まさに本当にこの勝海舟、勝康吉に関しても、こうした若い頃の辞書を一生懸命写したことですとか、平成の生き方がしっかりして、平常の生き方方がしっかりしていたからこそ、本当にこうしたこう江戸城明け渡しという大きなことをいずれ成し遂げられたんだな、そのようにつながってるんだなというふうに思いました。ね、真面目だからできる。そうですね、はい、そんなことを学ばせてくださる今回でした。それではまた皆さん、修身を学ぶの時間にお会いしましょう。先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。